上にチーズがかかってるかどうか。はい、ありがとうございます。最高。ドキドキさせてよ。右折します。おはようございます。トサンコライダーオクです。2024年4月15日月曜日朝5時13分です。さあ、本格的なツーリングシーズン突入です。今日目指すのは日帰り弾丸稚内ツーリング。北海道日本の最北端稚内までハンバーガー食べに行きたいと思っています。綺麗な朝日が昇ってまいりました。おおむね今日の天気は、悪くないんじゃないかなと。そしてまあこの時期にしては暖かい。ここが噂の東別道の駅を呼びます。さあ、これが噂の朝別。特には珍しく東別道の駅で、休憩しました。6時過ぎてたので、朝食も取りました。いやー、それにしてもコンビニのおにぎり高くなりましたね。180円とかしてたな。びっくりしました。渡り鳥の V 字飛行が見えますね。おー、ちょうど来た。いやーおー、V字なんで隊列乱してんの、4は。今、黒岡の横を通過してますが、まだ湖の表面、なんか流氷みたいに凍ってて、ちょっと素敵なんですが、気温 6.1 度で温度計差し示しているんですけども、それ以上に寒いです。指先がかじかんでいます。今6時50分。ちょうど放射冷却現象が起きている時間帯なんだとは思いますがね。明け方よりも寒い。場所的なものもあると思います。浜松のダウンタウンに入ってきました。いやー、寒かったけど街に降りてきたら急に太陽のパワーを感じるようになってきました。いいね、やっぱり海辺の右カーブいいね、こういうね。最高。そんなに暖かくないです。意外とね、寒さで体力奪われてます。 12.2 度。さあ、この浜松トンネルを抜けると人気が立ち寄る、何の滝だっけ、違うと白山。いやー、ぶっしゃー、白銀の滝つーか。いやー、冷えた。トイレ行きたい。また一桁に入っちゃった。さあ、国丸酒造を過ぎて旧 JR 益城駅。カモメ浮いてる。どんだけ浮いてんのカモメ。何これ、すげえ。はい、トママエベアです。ことごとく寄らないね。体が超冷え切ってたんですけど、羽幌の道の駅でトイレ休憩したらやっぱりあったかいんですね。もう日が昇ってかなりあったまりました。
さあでもまたここから海岸線を走っていきます。オロロン町のモニュメント、そしてね、利尻富士が今日は見えません。はい、どうもオロロン通過します。ペンギンじゃないよ、絶対にアクションカメで映んないけど利尻富士うっすら見えてる。まだ白い、うっすらうっすら。さあ初産物の町に入ります。やっぱりね、全体的に気温はあったかいの、あったかいんだけど海風が超寒いの、だから結果走ると寒いの。ちょっと海から離れたらあったかい、もうちょっとしたら暑いってなるぐらい。大丈夫前は。いやー、この塩別のストレートもすごいですね。ずーっとまっすぐ、そして時折左側に利尻富士が見える。ミルクローリーの後ろに映る自分、いやこれ内側がハイビームだっけ。もしかしてあれバックカメラついてる。あのリアモニターだったら恥ずかしい、しかもパッシングしてるこいつみたいになっちゃってる。あうしうし恥ずかしい。あ、来た来た、利尻富士見えてきたよ。霞んでるけど見えた見えた見えた、回ってる回ってる。あれ去年全然回ってなかったのにまた再収を始めたの。ガンガン回ってるよこれ。ほとんどいい、寄らないでパスしようと思ったけど、中中トレーニング踊んないとダメかな。ほとんどいいが封鎖されるって、撤去されるって言ったのは、どこのドイツだい？バンバン回ってんじゃん。とはいえ、いつかは撤去されるので目に焼き付けておきましょう。最高だね。逆に新オトン類が動いてないよ。1個のプロペラがでかいこと。そして何あのセクシーなしなり方、うおーセクシー。いやでかい、いつの間にこんなでかいの組み立てたの。さあそして N 北緯46度だっけこれ。モニュメント通過です。さあ最後の電柱なくなるよ。はい最後、ようこそサロベツ原野へ。から稚内市まで何キロあるの。51キロ、51キロか。よしじゃあ稚内までワープ。交通安全運動期間最終日なのにレイパとここにいるよ。
発信できないわ。3速でスタートしてた。おお、どう行けばいい、どう行けばいい。わかんないと左。モシャップミス。どういうこと、どういうこと。おお、そういうことか。なるほど。あ、してこれ何、二車線あんの。ほう。ってことは、あ、いいね、いいね、このアプローチ。あ、今度線路が上行くの。すごいね、上行ったり下行ったり。おお、線路下がってきた。はい、稚内駅です。アンド道の駅。さあ、奥にとってはドキドキのドキドキタイムです。ドキドキさせてよ。移設します。やってない雰囲気。これはやってないんじゃないか、やってないんじゃないか。うマジか。チャーメン食べよう。手の水がダメだったんで大王行きます。大王、あれ大王次か、頼むよ大王。あ、大丈夫、やってる。ありがとう大王、チャーメン食べます。さあ、稚内でチャーメン食べました。デノーズハンバーガー、デノーズのスラッピー状、5回食べに来て、まだ2度しか食べれてないです。僕結構2勝3敗、3敗目を喫しました。さあ、今日はもう帰ります。どこも寄らない。贅沢だね。日本最北の都市稚内市まで来て日帰りでチャーメン食べて帰るってね。今日は初めてかな、もう全く来た道と同じ道を通って帰ろうと思う。オロンラインを南下して札幌に帰ります。じゃあまた帰っていきましょう。